どうも中島です。今日の動画は狙ったキーワードで上位表示する方法というテーマでお話をしていきます。SEO では狙ったキーワードで上位表示することが重要です。たまたま上位表示されたキーワードでは全くお金は稼げません。初心者だとこのキーワードを狙うという感覚がわからない人も多いはずです。実はキーワードを狙うことは難しいことではないです。よく言われている SEO 対策をやるだけです。 そこで今回は狙ったキーワードを上位表示する方法を解説します。では早速やっていきましょう。ウェブ業界に転職したい阿部がウェブ業界で働く中地にウェブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV です。最初に絶対にやることは狙うキーワードを決めることです。キーワードを決めずにぼんやり記事を書いてしまう初心者も多いんですが、これは SEO 対策では絶対にやったらダメです。 SEO で上位表示したいなら、このキーワードで上位表示するという明確な位置が必要です。一般的に一番狙いたいキーワードをメインキーワード。メインキーワードに付随するキーワードを複合キーワードと呼びます。このメインキーワードは単体キーワードである必要はないです。格安スマホおすすめを狙いたいなら、これがメインキーワードになります。そして格安スマホおすすめ。 に付随すするキキーーーーワワドドは複合キーワードですこの辺りは定義が曖昧で2語以上のキーワードを全て複合キーワードと呼ぶ人もいるので気をつけてください思いついたキーワードを手当たり次第に狙う初心者が多いです例えば格安スマホおすすめの複合キーワード一つの記事で格安スマホおすすめ 機種、比較、2020、キャリア、会社のように狙います。今挙げた複合キーワードはサジェストキーワードから考えたものです。このやり方だと絶対に SEO では上がりません。たくさん狙ってどれか上位表示できればという考えではダメです。SEO に自信がない気持ちはわかるんですが狙うキーワードは絶対に絞ってください。特に最初のうちはキーワードをなるべく絞って記事を書くことをお勧めします。 その理由は狙うキーワードが増えると記事タイトルを考えたりするのも大変になるからです。狙うキーワードを欲張りすぎないことは SEO で重要です。ほとんど検索需要がないキーワードを狙っている初心者も多いです。 初心者のうちは狙うキーワードの月間検索回数を確認しましょう。月間検索回数は Uber Suggest などを使ってください。格安スマホおすすめキャリアは月間検索回数が320回です。これは複合キーワードとして狙ってもいいキーワードと言えます。一方で格安スマホおすすめ比較は月間検索回数が10回です。これだとほとんど狙っても意味がないキーワードだというのがわかります。 この月間検索回数が全てではないし、アクセスがないキーワードで上位表示することも SEO では重要です。それでも初心者のうちは月間検索回数を参考にキーワードを決める方が失敗が少ないはずです。ただし、本当にブログを始めたての初心者は、キーワード選定をせずに記事を書くことをお勧めします。初心者が記事を書く順番は別の動画で詳しく解説をしているので、そちらを見てください。月間検索回数が少ないキーワードは避ける。 狙うキーワードはタイトルと見出しに含めるのは SEO 対策の基本です。ただし、見出しに含めるキーワードは見出しが不自然にならないように注意してください。例えば全部の見出しに格安スマホ、おすすめキャリアを含めたら不自然です。SEO 対策は重要ですが、読者のことを一番に考えてください。 タイトルには狙うキーワードを絶対に含めるのが鉄則です。ただし、キーワードを含めて魅力的なタイトルにすることが重要です。よくあるダメなタイトル例を紹介します。2020年のおすすめ格安スマホはどれ ?iPhone、機種、キャリア、会社を全部解説します。このタイトルがダメな理由は、サジェストキーワードを詰め込んだだけで、読者にとって魅力的なタイトルじゃないからです。 初心者が考えがちなタイトルなんですが、このタイトルを考えた時点で上位表示できないと思った方がいいです。おすすめのタイトルを考える手順は次のようになります。最初にメインキーワードだけで魅力的なタイトルを考えます。次に読者にとって魅力的な複合キーワードも含めます。タイトル例を紹介します。おすすめの格安スマホを徹底比較。2020年最新の安くて早い機種を発表します。 メインキーワードは格安スマホおすすめ。比較2020最新機種が複合キーワードになります。複合キーワードは魅力的なタイトルに必要なものだけを採用しました。魅力的なタイトルに不要な複合キーワードは採用しないようにしてください。タイトルの考え方は別の動画で詳しく解説をしているのでそちらを見てください。狙うキーワードの検索意図を考えてコンテンツを作ります。 なんで読者はこのキーワードで検索したのか。これを徹底的に考えることが重要です。ここで考えた検索意図が最終的に記事内容になります。大きな検索意図は細分化することが重要です。格安スマホおすすめの検索意図。多くの初心者はおすすめの格安スマホを知りたいが検索意図だと考えます。この検索意図の考え方だといい記事が書けません。 その理由は何をおすすめして欲しいかは読者によって違うからです。安さ、通信速度、会社の信頼度、好きなキャリア、コスパ。おすすめと言ってもさらに細分化されます。すべての読者にとって安いことが正義ではないです。高くても通信速度が速い格安スマホを求めている読者もいます。だから検索意図はなるべく細分化して考えることが重要です。検索意図は細分化して考える。 格安スマホおすすめの大きな検索意図はおすすめの格安スマホを知りたいです。じゃあ、記事でおすすめの格安スマホを紹介すれば読者は満足するか答えは読者は満足しません。なぜなら読者は他にも不安や悩みをいろいろ抱えているからです。読者はおすすめの格安スマホが分かってもすぐに申し込むわけではないです。検索意図が満たされても読者には不安や疑問はまだまだあります。使いにくくないか利用者の口コミはどうか 格安スマホだけを買えば使えるか。格安スマホをおすすめで検索した時の読者も気づいていない潜在ニーズを読み取ることが重要です。潜在ニーズを考えられていない記事は SEO に弱いです。この辺の話は先読みライティングの動画が参考になるのでそちらを見てください。記事へのリンクのアンカーテキストに狙うキーワードを含めるといいです。これは内部リンクも非リンクも同じです。 アンカーテキストはリンクが貼られている文字のことです。リンクは HTML だとこういう風に書きます。このアンカーテキストは SEO において重要です。格安スマホおすすめがアンカーテキストの非リンクがたくさんあると格安スマホおすすめで上位表示されやすくなります。ただこれはすごく乱暴な言い方です。実際に格安スマホおすすめだけをアンカーテキストにしない方がいいし、同じアンカーテキストばかりだとスパム SEO としてペナルティを受ける可能性があります。 内部リンクを貼る場合は、おすすめの格安スマホはこちらのように自然な形でリンクを貼ってください。狙いたいキーワードの検索順位は毎日チェックします。 格安スマホおすすめを狙いたいなら、格安スマホおすすめの検索順位をチェックしてください。これは SEO をやるなら必須です。キーワードの数が増えると、手動でチェックするのはすぐに限界が来ます。そこで検索順位チェックツールを使うのをおすすめします。検索順位チェックツールは GRC をおすすめします。僕も10年以上愛用しているツールです。 有料だけど必要経費だと割り切ってください。正直このくらいのお金が出せないと SEO で上位表示はできません。個人的なおすすめは年9000円のスタンダードプランです。GRC は Windows でしか使えないので Mac ならランクトラッカーをおすすめします。キーワードごとの検索順位は次の記事メンテナンスに使う重要なデータになります。検索順位は改善のための重要なデータ。 記事は書きっぱなしでは上位表示できません。狙ったキーワードで上位表示したければ定期的にメンテナンスしてください。記事メンテナンスが必要なタイミングは次の2つです。1つ目が検索順位が急上昇した時。2つ目が2、3ヶ月経過した時です。 この急上昇に基準はないので、自分の感覚で OK です。100位から50位、50位から30位、20位から10位のようなイメージです。キーワードの検索順位は毎日変動するので、50位から47位のような微妙な検索順位の変動は気にしません。検索順位が長期間ほとんど変わらなければ、2、3ヶ月に1回メンテナンスしてください。それは記事内容が良くない可能性があるので、そのまま放置したらダメです。 記事メンテナンスは主にリライトが中心になります。ただ、一般的に言われるリライト方法は合ってないようなものだと思います。結局、考えることは記事を書くときと同じです。少しでも読者満足度の高い記事になるように考えるだけです。どうしたらもっと読者が読みやすくなるか。どうしたらもっと読者が満足してくれるか。これらを徹底的に考えるだけです。強いて言えば、リライトするときは上位記事を読んでみるといいです。必要だと思うコンテンツが見つかれば自分の記事にも取り入れます。 仮に完璧な記事で何も修正できないなら修正の必要はないです。それで上位表示できないなら記事内容以外に問題がある可能性が高いです。完璧な記事を書いてもすぐに上位表示はできないから注意してください。上位表示するには数ヶ月から半年以上かかります。さらにブログ運営半年未満だと上位表示はできません。 記事を書いて間もない場合は検索順位を意識しすぎないことも重要です。最初は高品質な記事を書きためてドメインパワーを貯めてください。今日は狙ったキーワードで上位表示する方法を解説しました。キーワードを決めずにぼんやり記事を書く初心者が多いです。これは SEO では絶対にやったらダメです。SEO で上位表示したいならこのキーワードで上位表示するという明確な意思が必要です。 狙うキーワードはなるべく絞ってください。思いついたキーワードを手当たり次第に狙ったらダメです。初心者のうちは狙うキーワードの検索回数を確認しましょう。ウーバーサジェストを使うのがおすすめです。狙うキーワードはタイトルと見出しに含めるのが SEO 対策の基本です。 ただし、その時は SEO 対策よりも読者のことを一番に考えてください。キーワードを詰め込んだだけで魅力的なタイトルじゃないのは NG です。キーワードから検索意図を考えるときは潜在ニーズも考えることが重要です。格安スマホおすすめで、おすすめの格安スマホが分かっても読者は満たされません。読者はおすすめの格安スマホが分かってもすぐに申し込むわけではないです。読者には不安や疑問がまだまだあります。 格安スマホをおすすめで検索したときは読者も気づいていない潜在ニーズを読み取ることが重要です。 記事へのリンクのアンカーテキストには狙うキーワードを含めるといいです。アンカーテキストはリンクが貼られている文字のことです。おすすめの格安スマホはこちらのように自然な形でリンクしてください。狙いたいキーワードの検索順位は毎日チェックしましょう。検索順位チェックツールは GRC がおすすめです。有料なんですが必要経費だと割り切ってください。記事は書きっぱなしでは上位表示できません。狙ったキーワードで上位表示したければ定期的にメンテナンスしてください。記事メンテナンスのタイミングは次の2つです。 一つ目が検索順位が急上昇した時。二つ目が2、3ヶ月経過した時です。SEO では狙ったキーワードで上位表示することが重要です。狙ったキーワードで上位表示できないと結局稼げません。上位表示の経験が少ない初心者は感覚がつかみにくいかもしれません。でも、特別なことをやるわけではないです。一般的な SEO 対策の基本と言われていることができるかどうかです。 知らない間に上位表示されるのではなく、狙ったキーワードで上位表示できるように戦略的にブログ運営しましょう。では、今日の解説は以上です。今日のアベメモです。狙うキーワードは絞る欲張らない。タイトルは読者ファーストキーワードから検索意図を徹底的に考える。検索意図は細分化する。アンカーテキストに狙う。キーワードを含める。なんとなくではなく、戦略を持つことが大切。 最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けているのでお気軽にコメントしてください。コメントは参考になったのような一言のものでもすごく嬉しいです。お気軽にコメントしてください。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているのでぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。